には作曲家のこのままでいようという思いが込められていたの。松本管理官が言ってたわ。なるほど。でもまあこの怪我じゃ約束した温泉も行けないわね。ええ、今回高木くん頑張ったし。いっつもこんなんばっかですね僕。え、爆弾事件の時もハンマー男の時もいつももうちょっとのところで。もうちょっとのところでなに？あ、いや、邪魔が。待って、高木刑事、さっき鎮痛剤飲んでさ。いいと思うよ。出直してくるのね。なるほど、夕方にでもまた来ましょう。え、頭左動くな。生きてる、渡る。ああ、はい、なんとか。高木はどうなった？あの、いいじゃない、どうせ誰も見てないんだから。